これはちょっと。しゃがんで。ん？おい！すごいお姉ちゃん！おい、桜井！どうしたんだ？これが爆弾よ。復活まで残り15分しかないわ。15分？怖いなら逃げてもいいわよ。手伝うしかないだろう。こんなところで爆発したらお客様を巻き込んじゃうじゃないか。もっとこっちに寄って、私の胸の間から手を通せば。でも急いで。何してんのよ。あ、分かってるって。ないんじゃないの？甘い。実戦ではコンマ数ミリの精度の差が勝負を分けることだってあるのよ。その根性、私が叩き直してあげなきゃね。遅い。ストッキング脱ぐから絶対見ないでよ。え、ああ。今はこのぐらいしかできないけど。あんまり見ないでよ。私そんなに足綺麗じゃないもん。そうかな。桜井は十分綺麗だと思うよ。ねえ